エーサーのネットブック、アスパイア1 AOD250BR18 というタイプをご紹介します。こちらですね、もう型はだいぶ古いんですが、エーサーのですね、ネットブックですね。まあ、一時期だいぶ入りましたネットブックなんですが、このネットブック、これ特徴がですね、通常ネットブックというと、画面の解像度が 1024×600 ドットなんですが、これかなり、これ広くてですね、1280×720 ドット。これだけの画面サイズがあります。まあ、当時のネットブックとしてはですね、かなり画面に関しては高性能な方じゃないかの、高性能な方じゃないかなと思っています。で、こちら色は赤。赤といっても別に3倍速いわけじゃないんですが、色は赤で、これキーボードの、画面サイズがですね、これが 10.1 インチ。10.1 インチのサイズ。で、画面はですね、このグレア処理をしてまして、非常に綺麗に映っています。視野角もですね、まあ、それなりに良くて、まあ、個人でちょっと使う分には十分じゃないかなと思っています。で、またキーボードですね、これ意外とコンパクトなんですが、非常に打ちやすいキーボードで、まあ、文章をね、パカパカ打つような方はですね、これ結構向いてるかと、向いてるかなと思っています。あとね、Bluetooth もついてますし、まあ、無線 LAN ももちろんついてます。で、インターフェース系ですね、有線 LAN と外部 VGA 出力と USB とマイクの入力と出力、ヘッドホン出力、これがついています。それと、こちらですね、これ、前これダミーが刺さってますけど、SD カード、これが刺せるようになっています。これ。OK。で、USB ポート2つ。これと電源端子と、あとこれ、ロックですね。そういうのがついています。で、バッテリーなんですが、Q セルのバッテリー。結構重いかなと思ったのも、そうでもなくてですね。で、もともとこれ、ネットブックで、インテルのアトムプロセッサー使ってますんで、非常にですね、バッテリーの消費燃力少なくてですね、バッテリーの持ちもいいんですね。ちょっと持ち歩く分には、それほども重くないですし、バッテリーの持ちもいいですしね、大変お勧めしたいなと思っています。休止状態からこのように復帰しました。このぐらいの時間で立ち上がります。ちょっとすみません、パスワード入れますね。はい、パスワード入力してこんな形で復帰します。ですから休止状態からの復帰もですね、割と早いです。あと今これスリープ状態にしました。今これスリープ状態入りましたね。ここでスリープ状態解除します。まあ、こんな形ですぐ立ち上がります。はい、今ちょっとパスワード入れましたね。まあ、こんなふうにですね、すぐに復帰しますので、まあ、機動性はすごくいいかなと思っています。で、プロセッサーなんですが、インテルのアトムプロセッサーです。で、メモリなんですけど、これ通常ですね、ネットブックって、普通ネットブックって言って 1GB までしか入ってないんですが、これですね、ちょっともうこれ保証対象外になっちゃったんですが、こちらにですね、2GB のメモリを入れ替えました。で、2GB のメモリを入れ替えて、普通に動いています。で、やっぱり Windows で OS なんですが、Windows 7 Starter Edition、Windows 7 Starter が入ってて、まあ、メモリ2ギガでですね、まあまあ使える、という状態です。これ実際今回お付けしませんけど、Office 2010、Word、Excel、PowerPoint、それを使ってですね、実際これ編集をしたり、実際セミナーっていうかですね、そういう講演に使ったりとかですね、そういうことをやっていました。
また開発もやってまして、ビジュアルスタジオ2010、こちらもこの中で普通に動いていました。まあ、確かにね、軽快に動くっていうことではないんですが、大体そのぐらいの、ね、ソフトウェア開発もできて、オフィスも使えてということで、割とね、まあ、喋っててこう手放すのが惜しいくらいになってしまうくらいの、性能でして、まあ、通常ネットブックって言いながら、ネットブックのカテゴリーなんですけど、ネットブックとしてはですね、かなり性能のいい方になるかと思います。これ以上ですね、Acer の Aspire 1 AOD250 BR18 のご紹介でした。